ラジャン川は、マレーシアのサラワク州を流れる川で、ボルネオ島の北西にあり、イラン山脈に橋を発して、南シナ海へ注ぐ。川の長さはおよそ 563km で、マレーシアで最も長い川である。川沿いで最も大きい町はシブで、川口からおよそ 60km のところにある。次に大きい町は、カナウィットで、カナウィット川の川口、ラジャン川の岸にある。南シナ海の海岸線からはおよそ 174km 離れていて、シブからは船で4時間ほどで到着する。その次に大きい町はコピットである。これ以外はソングやベリガ等の小さい町がある。ラジャン川の三角州の衛星画像更新用あるいは中石器時代の間、およそ1万年前は地球の気温が今より5度ほど低かった。キナバル山も含めた山の頂上では、雨は雪になり大きな氷床が乗っていたと考えられている。すると、世界の水循環が乱れ、海の水の流入量が減り、海面高は現在よりもおよそ120メートル下がった。南シナ海は日民スンダ陸峰ができ、かつて海溝だったところは、ノーススンダリバーと呼ばれる大河になった。アジア本土、マレー半島、スマトラ島、ジャワ島は広がったスンダ陸峰が陸橋となって、ボルネオ島とくっつき、ノース、スンダリバーは陸海の川、北はベトナムのメコン川とタイのチャオプラヤー川、東はベラムとラジャン川、西はパハンリバーとロンピンリバーの主要なつながりになっていた。そしておよそ1万年前、これらの川に住んでいた淡水ナマズはそれぞれ移動と交配をし、遺伝子が交換された。よって、関心魚の気温が上がると、スンダリバーは氾濫し、ナマズはそれぞれの川に孤立することになった。しかしながらここのナマズの遺伝的特徴はまだ DNA に残っており、ラジャン川がインドネシアやボルネオやアジア本土の川とつながっていたことの証拠になっている。流域にはラジャンマングローブ国立公園が設置されている。ありがとうございます。